平成23年11月18日、神戸王子スタジアムにて、明治東京大学対君国際大学の試合が行われます。試合は君国際大学の試合、キックオフにより開催されます。キッカー、君国際大学44番。姫路独協大学リターナーは、8番と12番です。ボールが出ましてバイオレーションになりました。選択ライブプレー中央抜ける右プロアイ左スイープ33番オープン、ファーストダウン更新オプションからピッチ、がファンブル、これを姫路独協リカバーターンオーバー、姫路独協の攻撃があります。ダイブプレー、8番持たせる約4ヤードから5ヤードのゲイン、左リードオプション QB キープが大きくロス、24ヤード付近よりセカンダウン6か、左スイープテールバック35番持たせるもゲインほとんどなし、姫路独協パンター4番13番リターン、プロアイを選択、また QB カウンター左抜ける、そのまま独走体制に入りタッチダウン6点先制吉備国際、左リードオプション、QB キープ、スイープフェイクパス13番成功、ファーストダウン獲得、スイープ33番、そのまま縦上がる、ファーストダウン獲得更新、ファンブル、姫路独協大学リカバーターンオーバー、パスを選択、1番ロールしながら投げる、ターゲット12番成功、ファーストダウン獲得、 QB 右ロール、あとファンブルして、これを吉備国際がリカバーターンオーバーです。右プロアイを選択、ダイブプレー1番、ドライブをしまして、ファーストダウン獲得、パスターゲットタイトエンド、パス成功、ダイブ持たせるタッチダウン、中央右リードオプション、ピッチ乱れる、リカバーするがフォースダウンなのでここで攻守交代、ここで試合時間がなくなりまして試合終了、ここで試合終了です。試合は吉備国際大学12点、姫路独協大学0点で吉備国際大学の勝利で終わりました。